サカザキ。お兄ちゃん、勝負。ラウンドワン、ファイト。残念です。フッ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 。オーケー、残念です。さっさと始めるぞ。ここで華々しく散るがいい。ラウンドワン、ファイト。大人さん、ヒーローのファイト。オーケー、ほら、残念です。ほらほら、So bad. 久しぶりに暴れてやんぜ。 Round 1 Fight. Hyah! 邪魔だ。
消えてもらう。私が敗北の味を教えてあげよう。ラウンド1ファイト。ほらほら、ほらほら、おー昇降拳、ほらほら、ほらめっちゃうまいな、ほら断裂拳中空砲拳、私とやり合いたいってあなたなの？あなたに私のすべてを受け止めることができるかしら。ラウンド1ファイト。驚いた。あんたみたいなお嬢さんがこんな大会にね。場違いだって言いたいの？いや、
どうやらあんたには手加減は必要なさそうだ。うまく言えないが、あんたかなりやるだろう。さあどうかしら。この先に進まなければならない動機は誰よりも強いと思っているけど、そいつはあいにくだったな。こっちも最強の看板を掲げてやってるんでね、こんなところで敗退ってわけにはいかないんだよ。勝った者が全てを決める、強い者が全てをつかむ。単純だけど真理だわ。私にも先に進まなければならない理由があるわ。ラウンド1ファイト。確かにあんたは強かった。だが今回は俺の勝ちだ。再戦ならいつでも受け付けてる。その気になったらうちの道場へ来てくれ。遠慮しておくわ。私戦いは好きじゃないの。戦いは好きじゃない？だったらどうして大会に参加したんだ？人には言えない事情があるのよ。一つあなたにお願いがあるんだけど、聞いてもらえるかしら。お願い？俺にできるようなことかい？ええ、あなたにだからこそ頼めるお願いよ。無敵の竜さん、次の決勝絶対に負けないで。出てこい、そこの男。隠れていても俺にはわかる。さすがは無敵の竜と呼ばれるだけのことはある。そういうあんたもただ者じゃなさそうだが、あんたが俺の対戦相手なのか？ああ、君の対戦相手であると同時に本大会の主催者でもある。クシエルを滑る闇の爪ジバートマと見知りおいていただこう。クシエル？何なんだそれは。メフィスト・フェレスもクシエル、この星の闇を支配する秘密結社アデスの下部組織の一つ。根は同じということさ。なるほど。どの道真っ当な主催者じゃないとは思っていたが、一体目的は何なんだ？我々には強靭な肉体が必要でね。この大会を開催したのそうした肉体の持ち主である格闘家たちを一度に集めるためだったのね。何？無敵の竜、君がその鍛え上げた肉体を我々に提供してくれることに深く感謝する。
ちょっと待て、あんた何を言ってるんだ。俺の体を提供する、どういうことだ。それを知る必要はない。君はただ多くの可能性を秘めたその肉体を私に差し出せばいいだけだ。事情はよく飲み込めないが、強い体が欲しければ自分で鍛え上げることだな。最強の頂を目指すのに近道はないんだぜ。あがいてみるかね。来るがいい、小さき星の弱き者よ。ラウンド1ファイト。大事大事だ。わかったかい。これが極限流ってやつだよ。さすがと言うべきか。まさかこの私が破れるとはな。なんならうちの道場で鍛え直すかい。あんたなら今よりもっと強くなれそうだが。魅力的なお誘いだが、それは次の機会にしてもらおうか。消えた？おいおいおい、こんな展開聞いてないぜ。優勝セレモニーも抜きなのか。参ったな。キングオブファイターズの常とはいえ、またうやむやのうちに幕が下りちまった。お兄ちゃん。おう、ユリカ。無事だったんだね、お兄ちゃん。なんだかすごいことになってるけど。まあ、いつもの展開といえばいつもの展開だけどな。まともに終わるはずないさ、この大会が。いつもの展開って、それじゃあもしかしてまた。ああ、また賞金はなしだ。主催者のなんとかという男が途中で姿をくらましてな。だが極限流の強さはしっかりと証明してきたつもりだ。あの決勝戦での俺の戦いぶりを見れば入門者も倍増間違いない。まあお兄ちゃんのその強さを見てればそういうこともありえたかもね。何？どういう意味だよそれ。それが今大会の中継自体が公共の電波をジャックした非合法なものだったみたいで、準決勝の途中で砂嵐になっちゃって。何？それじゃまさか肝心の決勝戦は。全然中継されてません。なんてこった。親父になんて報告すりゃいいんだ。